図に A は典型的現代人の病体質を表したもので3つの体質のうちその1つだけが突出したように大きくなっている場合ですこの A タイプのように長年の偏った食習慣や不自然な生活スタイルが体質を歪めて変化させている場合は改善にも時間がかかることが予想されますしかし比較的 同じスタイルの健康法の繰り返しで改善されるケースが多く健康法の実践においても強弱のさじ加減だけで済むなど実際的には気持ちの整理がしやすく健康法の理解も早くスムーズに行えることが多い精神的に安定した状態で健康法を行うことは病人の負担を考える上においては必要不可欠なことでもあります B は1つの体質の偏りの矢が一時的に長く強くなっているケースで一過性の体質変化と考えてもよいでしょう図が示すように体質の輪の大きさは普通でも浮いたように離れた位置にあるために矢の長さの分だけ症状に現れてくると思ってほしい偏りの原因を取り除く努力と 数回の温熱法などの実行で改善される場合が多く体質の傾きを考える上においては軽症とも言えます普段からこの程度で体質の補正をしていれば大病を避ける意味においても大変有意義です日々の生活の中でこの健康法を応用して健康長寿に努めてほしいと思います図に C は 3つの体質の輪が全体に小さくなっている場合です体質的な偏りはないが体のバランスを保つ引用の力の源でもある自然治癒力に乏しい状態ですしたがって何事にも偏りのないバランスの取れた生活と無理のない養生に心がけなければいけません誰でもこれだけやっていれば 必ず病気は「治る」「すぐによくなる」などの言葉に気持ちを惹かれやすいがこの C タイプの人はコツコツ地道に健康を築くことが最良の方法ですから気持ちを確かに持って健康法に臨んでもらいたいと思います健康体質とはどのようなものでしょうか図3をご覧ください三つの体質の和はいずれも大きくもなくまた 小さすぎず標準ととといったこころで、大事なことは、体質の偏りの矢がいずれも小さいことです。体質のの偏りの矢が小さいということは一つの体質に偏ろうとする力が働きにくいことを意味します体質の輪が中心付近に寄ってきているので重なり合っている部分が多く互いにその性質を打ち消し合って中和されたバランスの良い状態にあります 病原菌や病原性ウイルスなどのような外敵が近寄ってきても跳ね返すだけの防衛力と侵入者に対する免疫力などの病気を未然に防ぐ自然治癒力に富んだ身体づくりを目標にしてほしいと思います。ローマは一日にしてならず病気になったのはいくつもの原因が絡み合ってできているのですから一朝一夕にして健康を望むのは無理があります。 一つ一つ病気の糸を紐解いて、確実に健康の階段を登っていってほしいと願います。